こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、売店フィールってやつなんですけど、普通に売店ってこう完全に倍の店舗に行っちゃうタイプと、ハイハットだけ売店に行ってる感じっていうのがあるんですね。この感じを今日は解説していきたいと思いますね。で、まずはですね、普通にまあベースライン流します。ワン、ツー、スリー。これが普通の店舗ね。で、前に行くとすると、右手は変わらず、こういった具合にベースの速さっていうのは全然変わってないんだけど、このハイハットがこう裏に来るだけでこう倍に効かせるっていう形なんですね。これブレーキが非常にうまくて、これやってる時はそのまま残して大きいフィールを、特に3連寄りのタンタツクタタンタツクタタンタツクタタンツクタタン、右手なんか遅い感じがするんだけど、左手で売店をフィールするという具合に、左手は倍の方に行くっていう形で、左足だけ行って、こういうのもできますね。だからそのどっちがどっちのビートに乗ってるか、同時に出てるんだけどどっちのビートに飛び乗ってるのかっていうのをちゃんとはっきりさせるっていう感じですね。で、これやってみたら、なんかトランペッターとかね、このフロント楽器がね、これやってみたらなんかこうやりにくそうだった。でもそのままいっちゃっていいんですけど、ただその戻り具合がっていうのでですね、これがあのビル・スチュアートがよく使うんですけど、ハイハットの位置を3連よりちょっと後ろにずらすとフィールが戻るんです。後ろに行くと足が同じことをやってるけど、このハイハットのフィールがちょっと後ろに行くだけで急に、売店から半分に聞こえます。ワン、ツー、スリー。真ん中行きます。で、そうすると風にやると、こう糸も簡単にこう右手のレガートは変わらず、左手と、左足だけね、フィールの関係で急に売店で押したり、急にその2拍ごとに今、売店に行ったり3連に行ったりしてみましたが、これだけのタイム感を変えるだけでこうガラッと雰囲気を変えることができるんですね。これがすごい、この売店の。なのでこの売店のハイハットのタイミングっていうのは基本的には倍なので、倍の2ビート、でちょっと前に持っていっちゃうと4ビートに行きたくなるって感じですね。これは前にあの最小限の音でドラムを叩いてみたところで説明しましたが、ハイハットの2ビートと4ビートの切り替わりっていうのはそのため具合が違うんですね。なのでこれ売店の、2ビートで演奏してるんですよ。で、売店のこのハイハットもうちょっと前にするとベースが4ビートに行きたくなるっていう形なんですね。だからほんのちょっとのハイハットの位置のズレで売店に感じさせたり、売店の4ビートに感じさせたり、3連を後ろにするだけで3連符で感じてハーフに聞こえたりってするっていうのが、ここがめちゃくちゃ面白いところなんですね。どっちとも見えるなみたいな、じゃあどっちにしようかなみたいな感じで、だからベースとの兼ね合い、だからベースもボンドンドドンドンドドンドンツッドドンドンドドンで、うん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 って飲むか、その3連のツッタッタツッタッタツッタッタのフィールで演奏するかによって全然違うんで、っていうところを
結構みんな使い分けるんですね。ここがもうめちゃくちゃ面白いところですね。なので、まあ、ちょっと上級者向きでしたが、こことここの切り替えは結構できるんではないかなと思うんですね。でこれってバラードでもすごくよく使って、バラードは要はこのフィールの上にこっちが乗ったり、これ行ったり来たりが結構自由にできると、バラードもものすごく自由に演奏できるんですね。だからミディアムでもこういうことができておくと、バラードでもすごくこう多彩に使えるようになると思いますので、ぜひ試してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。